皆さんこんにちは、エイボンシーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。このタムタムなんですけど、ヤフオクで出品しました。9800円で、メルカリにも出品しました。同じく9800円で、ところが、全く売れませんでした。なので今回これを改造したいと思います。口径が12インチで、深さが12インチなので、まあ、今のニーズにはまあ合わないんでしょうね。前に私のドラムセットの動画でお話ししましたけど、まあ今時こんな超不可動のタムを使ってるドラマーさんってほとんどいないと思います。なのでヤフオクで出品してもまあ売れるわけがないんですよね。で、私も実はこのタムタムは、ハードオフで中古で買ったんですけど、もうずっと使ってなかったんです。で、これなぜ使ってなかったかというと、実はカバリングなんですよね。色がラッカーで塗ってるやつじゃなくて、なんですかね、これビニールっていうか、まあプラスチックみたいな板でこう色をつけてる感じなんですけど、ま巻いてるんですよね、要は。で、私は実はこのカバリングのドラムっていうのがすごく嫌で、なんとなくラッカー仕上げの方が音が良さげのような感じがしてたので、で、なんで買ったかというと、たまたまハードオフで安く売ってたのでこれを買ったんですが、もう いよいよ邪魔になりました。そこでもう、しかもヤフオクでも売れない、じゃあどうしようかっていうことで、今回、このカバリングを全部剥がして色を塗り替えてみようと思います。はい、ということで、カバリングを全部外してしまいました。やっぱりメープルなので硬いですよね。外したパーツがこちらになります。で、これから色をどうしようかっていうことなんですけど、内側は黄色を塗ってみたいと思います。普通内側って茶色とか黒とか、あとはクリアなんですけど、今回はあえて黄色に塗ってみましょう。で、外側はですね、逆に外側はクリアにしようかなと思ってます。ニスを使って、クリアを塗っていきたいと思います。準備ができましたので、今度は、サンドペーパーを使ってこちらの表面と内側、これを磨いていきたいと思います。まあ、磨くというか足付けですね。ニスのノリが良くなるようにということで、サンドペーパーについては240番のかなり粗いものを使いたいと思います。仕上げではないので、これで一気に表面を削り取ると、そういう感じです。それでは作業の方に入ります。はい、サンドペーパーによる表面の研磨は終わりました。この表側もあと内側もですね、すべて240番のサンドペーパーを使って研磨をしました。で、このエッジ部分なんですけど、今これマスキングテープで、養生したんですが、ここはですね、塗装はなるべくかからない、なるべくっていうか、もう言ったらもう絶対かからない方がいいですね。以前、同じようなことを実験をした時に、ここのエッジ部分を塗ってしまってですね、その後大変な目に遭いました。ここはもう絶対にまっすぐじゃないと、こう床につけた時に、ここにつけた時に、例えばこう斜めになったりしてるっていうことは、エッジ部分が曲がってるってことですよね。ヌーロというやつ、これを使って塗りたいと思います。それでは塗っていきたいと思います。これをですね、ここにこう適当に出していただいて、まあこんな感じで塗っていくとですね、非常に綺麗に塗れますので、もうこの作業を全部繰り返すと。はい、ということで、1回目の内側のペイントが終わりました。あと、これ若干ムラができてるんですけど、これはまあ2度塗り3度塗りをやると、
うまくいきます。30分ぐらいしたらもう一回塗りたいと思います。表面のペイントはこの水性ウレタンニスですね。和紙、しかもクリアです。普通は完全に逆です。こっちが黄色で裏がクリアなんですけど、先ほどもお話しした通り、もうそういう普通のやつが飽きてしまいましたので、今回は内側が黄色、そしてこの表面をこのウレタンニスで塗りたいと思います。何やってんだっていう感じですけど、まあそれが楽しいです。でこれもこのシェルも言ってきますけど、例えばマスターワークスで、まあこれ口径が12インチで深さも12インチなんです。これ作るとですね、10万近いです、1つ。まあいくらだっけな、私のメロタムもこの前特注で作ってもらったやつも1つ10万近くしたので、まあおそらくそのぐらいするでしょう。これもものはすごくいいです。メイプルの6プライで、あ、メイプル6プライですね。これは非常にいいやつなので、あの内側を塗るメリットなんですけど、音が非常に引き締まります。これは私いろいろ実験やったんですけど、内側にファイバーグラスを塗ったやつも昔ありました。今もスネアドラムの原稿であるんですけど、内側に硬いやつを塗るとかなり音が引き締まります。で外側に今からウレタンニスを塗るので、さらに音が引き締まるので、まあ硬い音が好きなドラマーさんにはすごくいいと思います。はい、それでは、内側の塗装は終わったので、今度は外側ですね。先ほど説明しましたが、今回は水性のウレタンニスを使いたいと思います。はい、ということで塗装の方が完了いたしました。想像以上に、表面がですね綺麗に仕上がりました。内側も、まあ、こんな感じで黄色ですね。外側につきましては、水性のウレタンニス、水性ウレタンニスを使いました。で最終的に何回塗ったかというと5回ほど、重ね塗りをしました。水性ウレタンニスは、特に研磨しなくても、ご覧の通り相当光沢が出ます。内側につきましてはこちらのヌーロン、これを使いました。で今回は全部スポンジを使って、まあ100均で売ってる、こちらですね、スポンジを使って全部塗りました。ハケは一切使ってません。私最近ですね、物を塗るときはこのスポンジで塗るのがもうほとんどです。ハケで塗るとですね、抜け毛が入ってしまったり、そのヘアラインができてしまったりするんですけど、スポンジで塗るとこんなに綺麗に、でこれ表面磨いてないです。研磨はしてないので、これを今度1500番ぐらいのサンドペーパーを使って一度研磨をしたいと思います。で最終的にワックスを塗ってこれから、パーツをつけていくと、そういう感じです。とりあえず塗装は完了。はい、ということで金具の取り付けが終わりました。とりあえずこの、ラグとオプティマウントですか、この金具をつけました。これからヘッドを取り付けて完成となります。結構でも中が黄色でもそんなに違和感がないかなという感じがします。じゃあこれからヘッドを取り付けていきたいと思います。はい、無事ヘッドの取り付けも完了いたしました。
まあ、これもともとついてあった、まあ、もともとのヘッドつけたんですけど、裏こんな感じですね。裏こんな感じで、思ったより黄色問題ないような感じです。まあ外側がナチュラルウッドなので、そんなに色のギャップがないので、これが、まあ、赤でこっちが黄色だったらちょっと相当ね目立っちゃうでしょうけど、まあ私的にはすごくいいです。でこれが表側、まあこれ将来的にはクリアか何かに取り替えしようかな。これちょっと新品のヘッド、ほぼ新品のヘッドなので結構いい感じですね。私的にはヤマハでもこんなナチュラルウッドのやつがあったんですけど。そしてこれエンブレムです。これはちょっとつけようかどうしようか迷ったんですけど、まあせっかくなのでまたメープル、スタンダードメープル書いてます。で今回は穴開けたくないので、あの両面テープにしました。元あった場所ですね。もう一枚エンブレムこちら側にも貼り付けるんですけど、まあいい感じですね。これまあ普通に売ってるあのラッカーフィニッシュの12インチタムっていう感じです。で最後にこちら側にエンブレムつけて完了と、ということで作業を終了しました。